はい、上野にやってきました。上野です。上野です。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今から湯島天神に行きたいと思います。行きます。ちょっとあの大通りを走っております。はい、すごいですね。車すごいですね。本当に、うん、あの上野ってお客さん乗せて来ることとかってあったりしますか？前はたまに夕方とか、はい、あ、上野駅行きたくてって来たんですね。来ましたね。うん、そうなんだ。最近はあんま行ってなかった。あんまりないですか？でも最近普通に上野によく遊びに来るんですよ。あ、奈々さんが、はい、あ、そうなんですね。上野で遊ぶって言ったらどのあたりに来るのがおすすめですか？上野ズー。はい、上野ズーね。動物園がありますよね。絶対に。なんかあの上野ズーといえばこの動物っていうのが いますよね。といえば、はい、まあ、一般的にはパンダだと思うんですけど、はい、一般的には私は違うよって感じ。違います。奈々さんは何を見に行くのが好きなんですか？プレーリードッグみたいな。あ、プレーリードッグね、可愛いですよね。めっちゃ可愛くないですか？可愛い可愛い。私知らなくて、はい、それこそゆかと一緒にいた時に、はいはい、初めてそのプレーリードッグの存在を知ったんですか？あ、そうなんですね。もうやられましたね。やられました。メロメロメロ。なるほどね。やっぱキリンとか、はい、うん、ゾウ、ゾウとか、うんうん、ゾウいますっけ上野ズーって。上野動物園ゾウいたかな。いるかもしれない、いないかもしれない。適当。上野に来るとすごいこう高い建物が増えますよね。あ、そうですね。うん、私も今インターンシップをしてるんですけど。インターンシップやってるんですか？はい。どこでやってるんですか？なんか、はい、どこなんていうの、大学生が参加するプログラムみたいなのがあって、はい、あ、そうなんですね。それを運営とか、はい、提供するみたいな、はいはい、それをインターンとしてやってるんですよ。あ、そうなんですね。そのオフィスが、会社のオフィスが、はい、もう湯島天神の目の前にある。そうなんですね。へえー、そうなんだ。はい、今日はオフィス出勤で。それは YouTube で流しても大丈夫ですか？はい。よかった、ありがとうございます。そうなんです。それでだから結構上野来るんです最近。あ、そうなんですね。なるほど、インターンシップで来てるんですね。タイ料理が美味しいです。タイ料理、はい、あ、いいな。あ、いいですね。カレー屋さんもたくさんあります。 お好きなタイ料理は何ですか？マッサマンカレー。あ、マッサマンカレー美味しいですね。甘くて辛いやつですね。美味しいですよね。マッサマンです、やっぱり。ね、なんかマッサマンカレーってあれですよね、世界で一番美味しい料理みたいな、ね、選ばれたことありますよね。あ、お寿司ね、美味しいですよね。マッサマンカレー、万人受けすると、うん、誰でも本当にいいですよね。なんかのタイカレーデビューするにはすごいいいタイだと思うんですね。すごい高いですね、やっぱり。何ですか？みたいなのありますね。園芸場って書いてあるから。園芸ホール。園芸ホールですね。浅草とはちょっと高さが違いますね。ここにもあるんですね。本当ですね。興味深い。興味深い。上の興味深い。興味深いですね。ここをまっすぐ行って。はい。坂を登ったところに島です。おー、そうですか。楽しみです。僕はあの、はい、三島天神って、はい、
初めて行くんですけど、なんかどういう場所なんですか？天気は、はい、お勉強にいいって言われてます。お勉強にいい、はい、あ、学問の神様がいるみたいな感じですか？菅原さんです。菅原さんがいるんですねミスター菅原ミスター菅原ミスター菅原がいらっしゃいます。あ、なるほど。最近お勉強してますか？お勉強はぼちぼちですね、はい、何事も勉強だと思うので、はい、そうですね。お願いしに行きましょう。あ、ここ有名なお店ですよね、デリー。有名なカレー屋さんですよね、上野のデリーって。知らなかった。なんかあのコンビニとかでも、あ、見たことある。デリーのカレーが売ってたりしますよね。そのデリーが、うん、はい、やっぱ勉強は大事ですね。大事ですよね。なんと言っても、はい、勉強は大事、はい、じゃあ今日ちょっとあれしましょうね、お参り。そうですね、はい、真面目にお参り、真面目にお参りしないと。そうですね。じゃああれかな、なんかあの受験のシーズンとかになると人がたくさんいるんですかね。合格饅頭とかありました。あ、お饅頭とか売ってるんですね。面白いですね。あ、私の好きなカレーは、はい、あれです。あ、あれか、このマッサマンカレー、めっちゃ美味しい、はい、お、じゃあ視聴者の皆さん、上野に来たらサイヤマ食堂行ってみてください。私のインターンの、はい、友達とよく食べる。あ、そうなんですね。なんかあの人力車のお仕事してる以外の奈々さんをなんか想像できないです。どういう感じで仕事してるのか。結構、はい、通用使用して、はい、ミーティングとかしてます。あ、ミーティングとかしてるんですね。ないですもんね。そうですね、そうそう。お、あ、ここ、あ、すごい、おお、急に出てきましたね。めちゃくちゃ坂ですね。研修で1回だけ来て。あ、そうなんですね。ゆかとか、うん、いろいろな人と。あ、来ました。来たんですけど、はい、その時ここの坂が、はい、大変すぎてあ、登れなかったですか。あの男の人に交代してもらいました。あ、そうなんですね。急ですね、この坂。今は楽だ。楽？おお、すごい。ストロングレディです。さすがね。もうあれですね、2年経ったんですか。2年。今3年目です、ね。3年目か。おお。もう大ベテランじゃないですか。確かに。ね、だってほとんど今。はい。後輩の方が多いですよね、はい、先輩の数より。それに自分もびっくりみたいな後輩すごい増えましたね。めちゃくちゃ増えてますよね、今。女の子も結構仲間が増えてる。あ、そうですね。研修生も多いし、嬉しいですね。そう、デビューされた方も最近結構いますよね。あそこも美味しいみたいです。あそこは何ですか？カフェ？ピザ。ピザ？あ、いいですね。ピザ作りとパン作り、はい、おに励んで、はい、でちゃんとおしゃれな服を着たら、はい、もう完成ですお料理は普段はされるんですか？もちもち、もちもちか。結構しますそうですよね。しないですね。しないですか。奈良さんあれですよね、実家なんですよね、まだ。いや、そうなんですよ。あ、だからまあそうですよね。だから、はい、まあまあいいんじゃないですか誕生日の時に、はい、東京力車の人から、はい、ゆで卵器を
ゆで卵を作ってくれる機械をもらって、おう、それがめっちゃ便利なんですよ。使ってるんですか？1分ぐらいです、はい、やったらヒュッと作ってくれて、すごいですね。半熟とかも選べるんです。ゆで卵か。海外ってゆで卵食べる文化あるんですかね。確かに。ゆで卵、なんか卵焼くイメージですよね、海外。あ、確かに。日本人は、そうだ、あ、そうですか。日本人はゆで卵大好きなんですかね。コンビニでも売ってますね。ゆで卵ってすごい美味しいですよね。美味しいですね。何つけて食べるんですか、ゆで卵。塩。塩か。美味しいですか。ゆで卵です。そうですね。塩以外何かあります？マヨネーズつけるの好きです。マヨネーズつけるんですか？はい。へえ、初めて聞いた。あまりいい食べ方じゃない気がする。ジャンキーですね。ジャンキーですよね。はい。あ、結構長いですね、この坂。長い坂ですね。でもね、まあ、21歳になったんで。もういけるぞ。楽勝ですか。疲れた。私も来るの本当研修生ぶりなんで。あ、そうですか。人力車だったら。おじゃ感慨深いですね。研修生ぶりとか3年ぶりぐらい。はい。おお、そうっすか。あ、すごい。着いた。来ました。さあ、坂道お疲れ様でした。確かに、うん、こいつも喜んでます。アポロ、はい、最近口が裂けてきました。結構裂けてる。アポロの口がちょっと縫合しないといけない。そうですね。お、はい、三島天神さんですね。学問の神様ですね。はい。木登ってるんですよね。こういう木見ると、はい、なんかどっから登れそうかなって考える。すごいですね。素手で木登ってるんですよね。昭和の子供の遊び方ですよ。いる。これはなで牛さんですか。でもあんま撫でられてないですね。確かに。あとなんか角はこれ補強したんですね。一回折れてる感じの。なんか鋭い目つきされてます。だいぶあの浅草のなで牛とは違いますね。面白い顔が。よいしょ。なんてこれで読めないですね。ちょっとレートだけ読める。だけ、うん、すごい、いろんなところから、はい、本当だ。こっちの、こっちも美味しいですよ。こっちの方だから、さっきの、こっちはだいぶ撫でられてますね。こっちの牛は撫でられてますね、だいぶ。あ、頭良くなるみたいな。あ、そうなんだ。痛いとこ治ってます。痛いところ、視力が、はい、視力落ちたので、目を視力落ちたんですね。落ちました。
免許も更新の時危なかったです。あ、そうですね。あ、運転免許持ってるんですか。持ってます。おお、よし。これは、お、あ、右手は切ってますよ。本当だ。だいぶと渋い感じの、うん、渋い犬。すごい。私ん家の犬もこんな感じです。そうなんですか。こういうポーズよくします。なんかマルチーズとシーズでしたっけ。全然違います。ノーフォークテリア。ノーフォークテリアね。イギリスの犬みたい。あ、そうなんですね。おお、すごい。すごい。今の風がすごいですね。スタースガワ。これが菅原の一座さんですよね。そうですね。すごいな。やっぱみんなでも合格とか書いてますね。うん。この人がこの神社に祀られてる人です。牛に乗ってるんだ。ですね。牛の由来があるんですかね。ちょっとお参りしますか。はい、お参りしましょう。ここはどこでお参りができるんですかね。あ、これか。そうですね、ちょっと高い。ちょっとすごいですね、この大きい、はい、すごい。じゃあちょっと体勢が頭良くなるようにそうですね。いいですね。行きましょう。すいません。その感じで。イエーイ。ね、自分 YouTuber。私もこんな感じ映ってますか、これ。ギリギリ。顔が半分ぐらい切る。ああ、いいですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、海外の人多いですね。おお、あ、すごいな。綺麗ですね、ちょっと。そうですね。おお。前、梅の季節に来たんですけど。はいはい。その時綺麗だったんです。あ、ここって確か2月に梅祭りっていうのがあるんですよね。あ、え、2月ですか。2月、3月か。梅ってそんな時期なんですか。そう、あそこですよね、多分この。そうです、そうです。ここが全部お花が咲くんですよね、梅の。それはなんか綺麗そうですね。これなんかマングローブみたいですね。ああ、なるほど。マングローブ。はい。ここは渡るんですかね、許されたものが。これ確かに。すごいな。たくさん。でもこっちはウサギの柄もありますね。本当だ。いろんな柄があるんだ。あ、ここにアルレスは4月にお焚き上げをするらしいです。ああ、じゃあちょっと昔のでもないか。3月ぐらいの。うん。すごいたくさん人が。人は来るんでしょうね。たくさん来てる有名なこと、うん、場所ってことは分かりました、うん、そうですね。ありがとうございます。はい、また梅の季節来たいですね。梅の季節来たいですね。向こう側行ってみましょうか。緑色中を通りましょう。
これはちょっと木登りはできないですね、さすがに。確かに折れちゃう。あ、でも綺麗かもしれない。本当だ、なんか日本って感じです。あ、本当だ、日本の庭園って感じですね。まあ、お花は咲いてないけど、まあまあまあ、まあまあ、綺麗ですね。緑、はい、おいしい。すごい大きい石がありますよ。あ、本当だ。すごい大きい石。こんな感じだったんですね。ね、確かに。あんまり梅の木ってなかなか見ないですよね。なんか木、花がないとこれが梅だって思わないですもん。うん、あ、確かに。おっしゃる通りです。桜の木もそうだ。うん、そうですね。桜が咲いてないと、うん、あんまり。確かに。ちゃんと葉っぱも見るようにしたいですね。はい、あ、そうですね。これは春に桜が咲くんだ。はい、皆さん多分2月の後半とか3月の頭ぐらいにここに来ると、はい、ここは全部こう花が咲いてるんでめちゃくちゃ綺麗だと思います。はい、はい、いいですね、日本っぽい。いいですね。した感じですかね。こっち本当に行かれたらもう外行っちゃうんですかね。はい、行っちゃう感じですね。うん、今日揚げ饅頭売ってないんだ。あ、揚げ饅頭欲しいですね。食べたかったですね。この辺坂が多いんですね、なんか全部。はい、確かに。ちょっと高い。確かに確かに、登ってきましたもんね。ですよね。うん、よし、じゃあまあ一周したんでこの辺で締めましょうかね。はい、いいですか。じゃあ牛さんとツーショットで締めましょうか。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、牛です。おし牛。ぜひ、はい、皆さんも、はい、牛なでに来てください。はい、ありがとうございました。今日ありがとうございました。バイバイ。失礼します。